先日投稿しました藤沢周平作鬼、順番にご覧になれなかった方ごめんなさい。刻々と変わっていく幸の心の作者の素晴らしい描写をお伝えできなかったのではないかと、とても反省しています。もう一度読みたいと思います。幸は川べりで洗濯をしている。川は寮内を南から北に流れ下る。幸の村のあたりで川幅は5軒ぐらいになり、ゆったりと流れる。水源は南に重なり合う山のその肩の間に険しい山荘を見せているマヤ山だという。洗濯をしている場所はジャカゴの下手で、川の中に3分の1ほど突き出したジャカゴの下手は水流がよどみ、青々と深い場所と盛り上がった砂地で浅くなった場所に分かれている。浅瀬の水は足のくるぶしまでしかない。透明な水がそこの砂地の色を見せている。洗い物が一区切りつくと、幸は水をすくい上げて汗ばんだ顔を洗った。10月も半ばだというのに暖かすぎる日差しだった。日差しは川並みをキラキラ光らせ、浅瀬の水の中に差し込んで砂地に波紋を刻む。顔を洗うと幸は水に顔を映してみた。幸は18である。若い。だが水面に映っている顔は醜かった。幸は不器量である。並外れて不器量だと言ってよい。子供の時から仲間に鬼っ子と生やされて泣いた。髪は縮れて赤毛で、鼻だけはちんまりと可愛いが、唇は反り返ったように大きい。丸い目をし、眉毛が黒黒と太く目にかぶさっている。この丸い目に太い眉が迫っているあたりが鬼を連想させるのである。父親の門作も武男であるが、娘の不器量には手を焼いている。18の今日になるまで婿のなり手が一人も現れないからだ。幸と一つ違いの妹の文は去年隣村に嫁に行った。文は幸いに母親にで尋常な顔立ちをしている。ほらよかったなっす、父ちゃんに似ねえでよと文は口癖に言っていた。確かに幸の武器量は父親譲りだった。ぎょろりとした目、太い眉は門作の場合一種の迫力を生むが、幸はこのために今でもひそかに太郎兵衛の鬼と言われる。太郎兵衛は幸の家の屋号である。小作百姓だが暮らしに困るような家ではない。それでも婿のなり手は現れなかった。焦った門作があちこち仲人を頼んで回るが、頼まれた方が二の足を踏む。婿どころか仲人のなり手を探す始末である。田畑の行き帰りに母親に手を引かれた子供に会う。子供は幸を見ると無邪気に「あ、鬼」と叫ぶ。母親は「これ」とたしなめながら幸に向かって無理に作った笑いを向ける。幸は深く頭を下げ、顔を背けて通り過ぎる。幸の心は
こうした扱いになれることができず、そのたびに深く傷つく。歩きながら幸は涙をこぼしている。こうして一人で洗濯物をしているときほど、幸の心が穏やかに和むことはない。川の音が鳴り、川下のサスで、チッチッと石霊が鳴く。幸は水面に石を落として、醜い顔を映した鏡を割る。腕をまくり上げてまた洗濯物にかかる。不意にゴツンという大きな音がして、幸は驚いて腰を伸ばした。幸は丸い目をさらに見張る。蛇籠に川舟が一層引っかかっている。乗っている人は見えない。綱が切れて流れてきたんだろうかと思い、幸は恐る恐る蛇籠を登って船の中を覗いた。川舟の底に男が一人寝ている。わっ、鬼だ。自分のことを棚に上げて幸は小さく叫んだ。胸がとどろいた。船底に寝ている男は異様な姿をしている。髪が乱れて顔まで垂れ下がり、髪に隠れて目は見えない。高い鼻、大きな唇が血の気を失って青ざめている。頬と首に血のりが乾いてこびりつき、右手には抜き身の刀を握っていた。血は刀にもこびりついている。袴をつけた武士だった。死んでいる。幸は後ずさった。体が細かく震えた。父親に知らせなければならないと思った。幸が体の向きを変えたとき、後ろで声がした。おい、娘。キャッと叫んで幸は蛇籠の石の上に座り込んだ。振り向くと半身を起こした武士が船べりに手をかけて力なく笑いかけている。手を貸せ。腹が減って動けん。男の笑いは幸の恐れを消した。動悸が緩やかに収まっていく。幸は立ち上がって船に近寄った。おら、死人だと思ったどれ。手を貸して、武士が蛇籠の上に体を移すのを手伝いながら幸は言った。武士は、ふっふっと、空気が抜けたような笑いを漏らしたが、このままではまずいな、とつぶやいて、船を流れの方に押した。幸も手伝い、船を押すと空船は流れに乗り、みるみる川下の方に流れていった。お前はこの辺りのものか？と武士が言った。並んで立つと大きな男である。幸は男の胸までしかない。日焼けした顔は疲れのためか血の色を失っていたが、大きな目鼻、大きな口が男らしい立派な武士である。年は30ぐらいに見えた。それや船からしまってけらっしゃい。幸は武士が下げている刀を指さした。おお、そうだな。武士はしゃがみ込んで川水でザブザブと刀を洗うと、袴で丁寧に水気を拭い、鞘に収めた。お前にちと頼みがある。と武士が言った。2、3日かくまってもらえんか。かくまえって？
人に追われている。お前の家は百姓屋か。どこかに隠れる場所があるだろう。サチは男の顔を見上げた。男は微笑した。心配ない。五条家から逃げてきたが、人殺し物取りというわけではない。武士は指を立て、口を開いてどう言ったらいいかと思案する表情になったが、つまり侍同士の争いだ。悪い奴が追いかけてくるのだ。サチはうなずいた。二三日なら父親にも黙ってかくまってもいいと思った。大きな体をした武士が今自分を頼りにしているようなのが心よかった。それにこの人は私の顔を見ても別に驚いたりはしなかった。いいべ、とサチは言った。隠しておいてやるっす。飯も頼むぞ。わかったっす。村の者には言うなよ。わかってるっす。父ちゃんにも言わねっす。ジャカゴから土手に上がる時も武士はサチの手にすがった。かなり体が弱っているようだった。武士に手を貸し、体を支えながら、サチはふと傷ついた大きくておとなしい動物を庇護しているような気がする。男たちは5日目の夜にやってきた。夜、荒々しく戸をたたく音に門作が出てみると、四五人の侍が立っていたのである。サチは門作の後ろから覗いた。男たちは白い布でたすきをかけ、鉢巻きを締めている。明るい月の夜で男たちの表情がよく見えた。大きな体の侍を見かけなかったか、と頭株らしい武士が言った。いや、と門作は首を振った。ではこの川を侍が乗った川舟が下るのを見なかったか。いや、見なかったなっす、と門作は答えている。サチは胸が苦しいほど騒ぐのに耐えている。確かに見ていないな。頭株は念を押して言葉を続けた。6日前の夜、五条家から男が一人逃げ出した。重罪人だ。江波新三郎という侍だ。目立つほどの大男だから見れば一目でわかる。血で汚れた川舟がこの川下の棚田村で見つかった。我々は大目付支配の者で、江波を探していた。川舟で逃げたのを知らなかったのは迂闊だったが、これで奴の足取りが知れた。船が流れ着いた場所からもして、この辺りに潜んでいることに間違いはない。その者を見つけた場合はもちろん、どこぞでかくまっている噂を聞いたらすぐに村役人に届ける。いいな。心得だす。言っておくが、かくまった者は同罪だぞ。他の者にも言っておけ。男たちは緊張した表情のまま一斉に軒先を離れていった。間もなく少し離れた隣の輪作の家の戸を叩く音が聞こえた。おっかねえ話だ。さて寝るべか。門作はあくびをして寝間に入っていった。母親のおこのと話す声がする。おこのは稲揚げが済んだあと持病の神経痛が出て寝込んでいる。
両親の話し声を幸はじっと耳を澄ませて聞いた。やがて門作のいびきが聞こえ、おこのの長いあくびが聞こえた。幸はそっと台所に降りた。音がしないように飯びつを開け、手早く握り飯を作った。野良仕事の時、水を詰めていく竹筒に味噌汁を入れ、竹の皮に漬物を包んで持った。土間に降り、ゆっくり戸を開けたてして外に出る。月明かりで明るい庭を横切り、幸は稲蔵に入った。稲蔵の中は闇で、幸は目が慣れるまでしばらく戸のそばで立ち止まった。やがて土間に置いてある薄、実、板壁にぶら下がっている桑、鎌、美濃、傘などがぼんやりと見えてきた。板壁は隙間だらけで、その隙間から細い月の光が差し込んでいるのも見えてきた。稲蔵の左手は板敷きで、ここにはこの間取り入れが済んだばかりの稲が積んである。幸は奥に進んで持ってきた食い物を土間に置くと、稲束を三丸ほど抜いて土間に下ろした。取り入れの時、百姓は他で稲束を背負いやすい傘にくくる。その大束を一丸、二丸と呼ぶ。三丸の束を抜くと、積み上げた稲の壁にぽっかり穴が開いた。幸はそこから中に潜り込んだ。お武家さん、と幸は呼んだ。そこは三畳ほどの空間になっている。幸が稲丸を積み替えて作った場所である。幸が呼ぶと、足元の藁がざわめいてかぶっていたむしろの下から大きな体が半身を起こした。腹が減ったと武士は言った。いつも腹が減っている人だと幸は思う。するとやはりこの大きな体の武士が自分をひそかに飼っているおとなしくて体の大きい動物のような気がしてくる。食べてけらっしゃい。幸はむしろに座った武士の前に持参した食べ物を置いた。物も言わずに武士が握り飯をむさぼって食っているのを幸は満足した表情で見守る。二三日かくまってくれと言った武士が、五日たってまだいるのは、ここへ連れてきた日の夜から熱を出して寝込んだためである。調べると背中に一箇所、太ももに一箇所、刀傷があった。幸は門作が買い置いた焼酎をくすねてきて、傷口を洗い、塗り薬で手当てをした。二日ほど武士は小さいうめき声を立ててむしろの下に潜っていたが、三日目には熱が下がり、顔色も良くなった。うまい。舌鼓を打って食い終わると武士は言った。これでどぶろくの一杯もあれば、言うことなしだな。贅沢なことを言うと思い、幸は返事をしなかった。こうして親に内緒でかくまい、食べ物を運んでくるだけでも幸は細心に気を遣い、一日に何度も飛び上がるほど胸を痛めるのである。母親は寝ているから安心だが、門作は何も知らずに日に二度も三度も稲蔵に出入りする。
今は畑作物の取り入れにかかっているが、それが終わると父親は脱穀にかかる。少しずつ稲の山が崩されてもみになり、ある日最後の稲束が崩された時、そこにひげ面の大男があぐらをかいているなどということになったらどうしようと幸は思う。一体この人はいつまでいるつもりだろうかと幸は少し腹立たしい気分になる。幸の気持ちの中に少し意地の悪い感情が動く。出し抜けに言ってやった。今夜お武家さんが五六人来たっけす。おめえ様のことを聞き先頼んだなれ。何？果たして武士は飛び上がった。素早く隅に置いてあった刀を取り上げて中腰になる。そうか、畜生。やっぱり嗅ぎつけてきたか。それで奴らはどこにいる？心配いらね。幸は武士の狼狽ぶりを憐れむように落ち着いていった。何にも気がつかねえでよ。みんな帰ってしまったどれ。そうか。しかしそれにしてもいよいよ危なくなってきたな。おめえ様は江波新三郎という人だべ。そうだ、連中が言っていたか。重罪人だから見つかったら届けろってよ。言ってどげな悪いことしたどれ。悪いことはしとらん。江波はむっつりとした口調で言った。川上の方で一揆があったのを知っているだろう。氷川軍の五箇村が騒いだ事件だ。ああ、今年の春の話だべ。氷川軍は山間の村々の集まりで、地味の痩せた土地柄である。大道川と呼ばれ、この辺りの広大な田畑を潤す川も、川上では摩耶山が押し流してくる雪解け水が文字通り氷のように冷たい。田植えの時期は遅く、わずかに春先の天気が狂うと不作になった。川上の八ヶ村はこれまでも凶作のたびに騒ぎが起こっている。今年の春は雨が降り続き、来る日も来る日も降り続く冷たい雨の下で苗は一向に育たず、やがて黄ばんで苗田の中で枯死した。暮らしに怯えた借生は尾行もみの下げ渡し、年貢の免除を城に豪訴したのである。八ヶ村の百姓は手に手に桑釜を持ち、むしろ旗を押し立てて城下に押し寄せ、大騒ぎになったのだった。あれはわしがやらせたのだと江波新三郎は言った。百姓の窮状を見ながら藩では何の手も打たん。しかもその上にだ、氷川郡五箇村の年貢はわずか1割引きと決めて、あとは放火盛りだった。ひそかに言葉を運んで一揆は成功したが、最近になって首謀者の中に郡奉行配下の江波新三郎が入っていることが知れた。大牟田支配の探索方に襲われた新三郎は切り抜けて城下を逃れたのである。捕まれば切腹者だ。下手すると貼り付けかな。幸は惨憺の目で新三郎を見た。かくまってやんべ。幸は上ずった声で言った。おめえ様は百姓の味方だもんなれ。おら命に代えてもかくまってやんべ。
めんこいおなごだ。新三郎は手を伸ばして幸の体を引き寄せた。食欲が足りて別の欲が頭をもたげた塩梅だった。あれまあ、幸は本能的に手を突っ張って抗ったが、新三郎の大きな手が少し力を入れると、小柄な幸の体はすっぽりと新三郎の胸の中に入ってしまった。むせるような男の大衆の中で、幸はわくらんしながらキレギレにささやいた。やめてけろ、おら父ちゃんにどしゃがれる。新三郎は無言だったが、手はまめに動いて、早くもウリのような幸のちぶさを引っ張り出している。幸は一層わくらんした。おらみっともねえ顔ばしてるし。何、そんなことはない。ぽちゃぽちゃしてかわいい娘だ。新三郎は励ますように言い、ちぶさを吸った。幸の体は無数の火が走り、その衝撃のために幸はのけぞった。衝撃の中で幸は幻のように男鬼に抱かれた桃色の肌をした女鬼を見た。四半時後、幸は家に戻った。音を立てないように慎重に戸を開け、敷居をまたいだ。さっき家を出る時とおら変わってしまったなと幸は思った。一箇所痛みを残した体はまだかすかにおののいている。その痛みが誇らしい気もする。おら大人になったと幸は思った。家の奥から門柵の大きないびきが聞こえてくる。はっと気がつくと、後ろに母親のおこのが立っていた。何してんなだ、サチ。おこのは目を見張っていった。サチは半分握りかけた飯を手にしたままうつむいた。今日は朝から間が悪かったのである。朝飯は門作が浅草を借りに出た後で隙を見て届けた。しかし畑の芋掘りに門作は昼飯を持っていくと言い出した。幸の家の畑は家からかなり離れている。門作は芋掘りを日暮れまでに片付けてしまいたい腹だった。父親がそう言えば、一緒に行く幸も昼飯を持っていかなければならない。畑で幸は門作と一緒に昼飯を食ったが、新三郎のことを考えると気が気でなかった。八つ過ぎに幸は父親に、腹が痛むから家に戻って熊の湯を飲んでくると言った。門作は舌打ちしたが、幸が本当に痛むような表情を作ってみせると、慌てて早く行ってこいと怒鳴った。家に駆け戻ると幸はおこのが寝ているのを確かめてから台所に入ったのだった。何をするつもりだわ、その握りまま。おこのの表情も言葉も険しくなった。昼飯は持って行ったべ。誰さかせんなだ。言ってからおこのははっと息を飲んだ。昨日も今日も五条家から来た侍たちが家を覗いていった。あの男をまだ見かけないか。といい、
土間まで踏み込んで家の中を覗いていったのである。おこのは膝を折って娘のそばにしゃがんだ。幸、お前まさか。おこのは娘の顔を覗いた。その何とかいうお侍をどっかさ隠してるんでねえべな。まさかそんなことはしねえべと念を押そうとして、おこのはあんぐり口を開いた。幸の目から涙がこぼれ落ちている。父ちゃんば連れてこい。おこのは震え声でささやいた。おらではわがんねえ、父ちゃんば早く呼べは。このおにぎり飯やってからでいいべ、と幸は言った。幸の心の中にはそれを知った時の父親の激怒に対する恐怖が波立っているが、その恐怖も腹をすかしている新三郎への心配を消してはいない。それどころでなかっぺ。おこのは思わず声を荒げたが、すぐに不安そうな表情になった。どこさいんだだその人。稲蔵の中さ。あや、おこのは絶句し恐怖で表情を白くした。心配ねえべ母ちゃん。幸は少し誇らしげに言った。悪い人でねえ奴隷、おらたち百姓の味方をしたからぼわれてんだってよ。新三郎に昼飯を与えてから幸は畑に行った。その時にはもう度胸が決まって、幸は門作に事情を打ち明けた。聞き終わると門作はとりあえず物も言わずに娘の方を一発張ったが、さすがに男で事の重大さをひしと受け止めた顔色になった。おこののようにくどくどと事情を聞かずに声を潜めて、とにかく産んでもらえと言った。それから腕組みして思案する表情になったが、暗くなってからがええべな、誰にも見られねえようにして産んでもらえと言った。それから道理で近頃屋敷うちにのぐそが多いと思ったとつぶやいた。だけんどよお父ちゃん。幸は張られた頬をなでながら言った。今は危ねえべ。なじょしてだ。ご城下から来たお侍がよう名主の長左衛門に泊まっているべ。もしもよう。幸は畑に来るまでにみちみち考えながら来た思案を口にした。あの人が稲蔵を出てよう家の近くで捕まったら、おらだは同罪だべっちゃ。くさま。門作はあたりの人影をうかがい声を潜めて幸を罵ったが、顔色はますます沈痛になった。ついに途方に暮れたように言った。なじょしたらええがべなあ、幸。少し様子を見るべよ、父ちゃん。そのうちにゃ、お城のお侍たちもけんべっし。それから、産んでもらえばええべ。幸は主導権を握ったように言ったが、不意に、そうなればあの人は、やはり、行ってしまうのだろうか、と思った。すると、胸が締め付けられるように寂しくなった。
家の中に大物が隠れている。それが気になって仕事にならないといった様子で、モンサクが芋掘りを切り上げたので、二人は連れ立って家へ戻った。秋の末の日足は短く、野を染める日差しはもう赤みを帯びていたが、まだ仕事を切り上げる時刻ではない。モンサクはあちこちで、畑に出ている村の者に声をかけられた。もう上がりかなっす。あいよ、仕事のきりがええもんでなっし。その度に門作は声を張り上げ、日頃見せたこともない愛嬌顔を振り向けたが、通り過ぎるとすぐ打ちひしがれた表情になって、幸にも一言も口をきかなかった。家の前の小流れで手足を洗い、家に入ろうとすると土間におこのが立っていた。父ちゃん。おこのは震える声で言った。何処したらよかっぺ。ほら、おかなくて怖くてなっし。さっきから。体の震えが止まらねえのよ。おこのはすすり泣いた。しっと門作は言った。それからようやく課長の威厳を取り戻したように重々しい声で言った。騒ぐな、誰にも悟られちゃなんねどれ。ほとぼりが冷めたら産んでもらうべ。モンサクとおこのは顔を並べて恐ろしげに稲ぐらを眺めた。一人サチだけは幸福だった。まだしばらくはあの人と一緒にいられると思った。稲ぐらはそこに大男が隠れているとは思えないほど夕日の中にひっそりと立っている。おい、サチ。橋を渡ったところで馬を引いている六助に声をかけられた。六助は22で、名主の長左衛門の雇い人である。キリッとした顔立ちのいい男だ。その上いい喉を持っていて、夏の盆踊りの時など惚れ惚れとするような歌を聴かせる。当然おなごにモテる。彦蔵の家の早苗、佐次郎の家のおしげなどと浮き名を流している。幸から見ると高根の花といった感じがする。声をかけられたことなどない。六助は橋たもとにある馬洗い場で馬を洗ってきたらしく、影のたくましい馬体が艶やかに濡れている。幸は立ち止まった。おめえこの頃少し色っぽくなったなっす。六助は玄人が道具を鑑定するような目でじろじろと幸の体を見回した。そんなことなかっぺと幸は答えた。幸の気持ちには余裕がある。この体は昨夜も新三郎に褒められたのだ。不思議だなれ。確かに色っぽくなったどれ。六助の目に不意に光色な光が動いた。どうだ今晩、河原に出てこねがっす。おしげに叱られっぺ。幸は軽く突き放した。そういう自分に幸は驚く。だが冷静な目に六助の色男ぶりがひどく軽薄に映る。そうか。六助はすぐに興ざめた顔になっていった。
鬼も十八だなれ。サチは軽く微笑を投げて馬の脇を すり抜ける。六助のあざけりはサチの気持ちを傷つけてはいない。そのことにサチはまた驚く。その夜、飯を食い終わった後で新三郎は当然のようにサチを抱いた。サチも当然のように抱かれた。抱かれながらサチは体が鳴るような感覚を覚えている。これまで感じたことがない喜びが体を襲ってきていた。サチは声を上げた。いつまでもいてけろ。サチはつぶやいた。激しい波に運ばれた後の安息の時間の底でサチは新三郎の裸の胸に寄り添い目をつぶっている。そうもいかん。なぜして？警戒が解けたらしい。明日の夜ここを出す。え？サチは目を開いた。聞き間違いかと思った。明日いんでしまう流し。そうだ、そなたには世話になったな。胸をいじりに来た新三郎の手を払って幸は起き上がった。まだお城の役人が。それがもうおらん。四五日前からわしは夜更けに名主の屋敷に忍んで調べていた。連中は離れに寝泊まりしていたが、昨夜引き上げた。どうやら諦めてくれたらしい。新三郎は大きなあくびをした。助かった。これでお前の家も厄介払いができるというわけだ。違う。と幸は強く思った。震える声で尋ねた。ここを院でどこさいかしゃる？どこというあてはない。とりあえず国境を越えて他国へ出るが、あとはわからん。不意に幸は暗黒を見た。新三郎のいない日々は考えられなかった。いずれ出て行く人だと思わなかったわけではない。だが別れがこんなにすげない顔で訪れるとは考えなかった。行かねえでケロ。サチはつぶやいた。すると悲しみがこみ上げてきた。声を立てないでサチは涙を流した。行かないでどうする。いつまでもここにいるのか。はい。だがそういつまで隠れているのは窮屈でかなわん。おらのうちの人になって働けばええべ。そいつはいい。新三郎は言ったが明らかにからかう口調になっている。幸の嫁にでもなるか。だがわしは百姓仕事は嫌いだ。でもお前様は百姓に味方したべ。それとこれとは話が違う。まあそれは勘弁してくれ。絶望が幸を打ちのめした。もう一度肩に伸びてきた新三郎の手を振り切って幸は立ち上がり身じまいを正した。さっきまでほこらかにさらした裸を包み帯を締めた時、幸はそこに屈辱を包み込んだような気がした。稲蔵を出ると幸はそこに立ち止まった。
打ちのめされた心の中で、何かぜひともしなければならないことがあるような気がした。その気持ちを探り取るために、幸はじっと立ち続けた。城から急行した探索型の侍12名が門作の家の稲蔵に踏み込んだのは翌日の七つ時である。刀を振りかざして稲蔵から飛び出してきた江波新三郎と追いすがる武士との間で激しい斬り合いになった。新三郎が振り下ろす剛剣は容易に相手を寄せつけず、探索型の武士は5人まで手傷を負った。だが長い斬り合いの後で新三郎に疲労が訪れた。斬り込んだ一人の立ち先をかわした時、盛り上がった土に足を取られて腰が砕けた。すかさず背後から2人が組みつき、あとは折り重なるようにして新三郎を縛り上げた。門作もおこのも隣家に逃げたが、幸は家の軒先から斬り合いの始終を見ていた。新三郎が縛られると幸は放心したように口を開いた。新三郎の運命がそこで極まったのを見たのである。でもこの方がいい。どこかに行かれるよりは死んでもらった方がいいと幸はまた思った。幸は今朝城まで走ったのである。城の役人にはかくまったとは言っていない。新三郎が言うべきだと告げた。幸、新三郎の声がした。地面に組み伏せられた時、すりむいたらしい顔の傷から血が糸を引いている。世話になった。新三郎は微笑した。その微笑は幸の心を引き裂いた。船で流れてきて幸に助けを求めた時の新三郎の姿がくっきりとよみがえってきた。もう助けてやれない。幸の目から涙があふれた。さあ行くか。新三郎の声がひどく遠く聞こえた。淡い光の中を幸は歩いている。ジャカゴのある場所にまっすぐ来て、しばらく放心したようにそこにうずくまったあと、幸は立ち上がって川べりを下手の方に歩いている。川瀬の音がする。そこは浅瀬になっていて、白い砂州の周りに水がざわめいている。おら、やっぱり鬼だと。幸は小さくつぶやいた。また涙がこぼれた。歩いていくと瀬の音は次第に遠ざかり、川は石垣に低くつぶやくような音を立てるだけになった。もう少し行くと深い淵がある。水は青黒く、そこで渦を巻いている。そこを見た者は誰もいない。持ち続けられないほど重い悲しみを抱いた人間が何人かその淵の底に
入っていった。幸の行く場所はそこしかない。力ない日暮れの光に照らされて歩いていく幸は、憂いを抱く若い鬼の女房のように可憐に見える。